はい、皆さんこんにちは、さやです。皆さん、新年明けましておめでとうございます。1月1日2021年今年一発目の購入編紹介をしていこうと思います。まずは今日はですね、セリアさんの購入品をご紹介していきます。で、最後に私からのお知らせもあるので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。それではまずは、はい、こちらからご紹介していきます。楽々くるくるっとでき撫でるだけモテ肌除毛パッドというものを購入してまいりました。なんかね、すごい簡単そうだったんですよ。腕とか足などをこうくるくるっとやるだけで除毛ができますよという商品ですね。はい。で、直径3センチくらいのね、円をこう描きながら、くるくるくるとやっていくみたいですね。どんな感じになっているのでしょうか。これはね、ちょっとね、除毛ができたら素敵だぞと思って購入してみました。なんだろう、私のあれかな、そんなに伸びてないからできないのかな。どうしたんだろう。よく乾かしてからご使用くださいだから合ってると思うんですけどね。バンドに指を通し、お肌に適当な強さで圧着し、円を描くようにくるくるっと。合ってると思うんですけどね。どうなんだろう。ちょっとね、ちょっと今撫でてみたところ、さほど効果は見られませんね。まあ、もう少しね、伸びたところでやってみようかなと思います。はい。で、続いてがこちら。クラフト用のピンセットですね。先細ストレートになってます。精密な加工などにということで、こちらはね、主人が購入しておりました。はい。で、まあ、これはね、先が細くなっているピンセットですね。で、続いてが、こちらの竹串。これは、約80本入っていて、15センチのものになります。たこ焼きを焼くときにね、いいかなと思って買ったんですけど、結局ね、前買った、シリコンのたこ焼き、こう、くるくるっと焼くやつ、あれを使用したので、こちらはね、今回は使いませんでしたね。はい。でもこの竹串って12センチと15センチと、あとね、もうちょっと大きいのもあるんですよね。もう。で、結構80本入ってるので、割とね、こんな感じで、焼き鳥にしてもいいかなと思うので、まあお得だなと思ってね、一つ購入しております。はい。で、続いてが、はい、こちら。取り付け簡単ミニキャスターですね。4個入り、耐荷重量が約8キロです。4個使用時ですね。で、これは、もうね、この後ろにもう粘着テープがついていて、ピタッとこの底の部分にね、貼り付けるだけで、こうコロコロっていうキャスター、引き出しやすくなるっていう商品ですね。いや、8キロだと、まあ、結構ね、いっぱい物を入れられるんじゃないかなと思ったので購入してきました。収納ボックスがキャスター付きに変身ということなんですが、ストッパーとかはね、ついていないものになっているので、あんまりこうね、コロ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 転がるようなところに置くのは危険かなと思います。はい。ただね、こういうこう棚の下とかに置くんだったら全然いいかなと思います。キャスターがついてないので、2段目とか3段目に上げてしまうのは、ちょっと危険かなと思うので、まあね、気をつけながら使っていこうかなと思います。はい。で、続いてが、こちら。シリコンマグカップカバーのモノトーンですね。で、こちらね、ホワイトの方もありました。でね、前うちでも似たようなの買ってるんですが、
これはね、主人が会社に持っていくっていうことで購入してきました。直径が9センチ以下のマグカップにご使用くださいということで、結構ね、このシリコンのマグカップの蓋、マグカップカバー、めちゃくちゃ使えるんですよ。こう上にポンと置いて真ん中をちょっと押してあげると本当に動かなくなるので、これはねおすすめです。使ったことのねない方、ぜひ一度ご使用ください。これはね、すごくいい商品だと思います。で、続いてがこちらのプラフレームの口金を購入してきました。差し込みタイプのキャンディーカラーの、10センチですね、ここがね、10センチの口金になります。カラフル可愛いポップなフレームということで、はい、ジャンコートがこちらですね。で、これはね、編み物をしてね、これに入れようと思って購入してきました。これはあれなんですね。普段使ってる口金と違って、紙紐は使わなくてもいいタイプなんですね。はい。こちらの、オレンジ色を1点と、あとはこちらのピンクも購入してます。はい。で、こちらピンクのジャンコードですね。で、あとはこちらの薄い緑、なんかねマカロンっぽいカラーで可愛かったので、こちらも購入してきました。はい。で、ホワイトの毛糸で本体の部分を編んであげて、これをね上につけたらすごく可愛いんじゃないかなと思って購入してきました。これからちょっとね、まだ1月なので全然暑くなるっていうのは想定できないんですけれども、ちょっと春先にかけてのガマ口を作ってみようかなと思ったので、こちらのねビタミンカラー、まあ、キャンディーカラーの3色を購入してます。これを使ってね、口がガマ口をどんどん量産していきます。はい。で、続いてがこちら、かんざし串ということで、可愛いですよね。はんなりって書いてあります。12本入り、各3本ずつ入っています。はい。ジャンコードはここですね。で、長さがね約9センチあるものですね。可愛いですよね。この、私はね、この、豆ちゃんに惹かれて、購入してきました。猫ちゃん、豆ちゃん、鳥さん、お花かな?はい。こんな感じで、オードブルにね、使ってあげるものだそうです。でもね、まあ、爪楊枝になってるので、何に使ってもね、いいかなと思って一つ購入してます。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。クレヨンしんちゃんのマシュマロシール、ぷくぷくっとしてるシールですね。私普段こういうの買わないんですけど、これはね、クレヨンしんちゃんにやられて購入してきました。すごくね、可愛いなと思います。なかなかね、こういうキャラクターものっていうのは買わないんですけれども、こんな感じでね、全員いるんですよ。下の方に行くと、ひまちゃんもいるし、シロもいるし。でね、この辺もね、ちゃんといてくれます。これ、ねねちゃんのうさぎですね。ブリブリザエモン、カンタムロボ。これなんだろう。これ、あれかな?チョコビの怪獣?かな?ほら、チョコビの怪獣かな?可愛いですよね。でね、結構ね、ぷくぷくしてますね。こんな感じで。結構な厚みはあると思うので、ちょっとね、手帳とかに使うのは危険かなと。厚みが出てね、ポコポコしちゃうと、書くときにね、モコモコになっちゃうので、手帳とかは危険かなと思うんですけれども、まあ、ちょっとしたところの端っことかにね、貼ってあげようかなと思って買ってみました。可愛いですね、これね。はい。で、続いてが、こちらの、マスキングテープ素材のポイントステッカー。こちら140ピース入ってますね。35ピースが、4シート入っているものになります。
ポイントステッカー、ハートスモーキーカラーですね。で、このね、ハート柄だとか、こういうのは手帳とかに、メモとかに全然使えるので、すごくね、この柄的に落ち着いてて好きだなぁと思って、一つ購入してきました。で、マスキングテープ素材なので、まあ、だいぶね、薄い感じはしますけれども、まあ、これがね、手帳に使うのにはもう最適ということで、薄いのでね、こちらを購入してます。まだね、手帳何にするか決めてないんですけど、まあ、あれにしようかなと思って、あの、1日1ページの手帳も、今ね、すごく検討中です。はい。こちらですね。はい。これね、可愛いなと思います。はい。で、続いてが、こちら。これ素敵ですよね。シールセレクション。こんな感じでね、マスキングテープ素材になっていて、蝶々とかお花とか、すごく素敵だなと思って購入してきました。デザインシール、蝶々ですね。トレーシングペーパーなんですって。トレーシングペーパーですね。マスキングテープ素材かと思って購入してきたんですけども、トレーシングペーパーだそうです。で、こんな感じでね、一枚一枚剥がせます。でもね、こう、トレペなのか、マステ素材なのか、ちょっとね、いまいちよくはわからない。ただ、マステ素材よりはちょっとしっかりしてる感じですね。はい。でも、薄くてね、すごく素敵。で、淡い感じにこう、色が変わってきてるんですけど、これもね、また素敵なところだと思います。はい。こちらのシールを1点ですね。はい。購入してきてますね。シールはね、もうどんどん集めて、どんどん使いましょうっていう感じなので、今もうどんどんシール祭りですね。はい。こちらと、あとは、こちらが出てました。素敵。シールシーリング。18ピースついているものですね。これはね、もうあの、ラッピングの時とか、封筒にね、お手紙を書いた時とかに使えるなと思って購入してみました。で、やっぱりこれもね、シーリング厚みがあって、手帳にはちょっと向かない感じかなと思うんですけども、こんな感じでね、シールになっています。で、本物のシーリングではないので、ちょっとこうあの、クレヨンしんちゃんみたいな感じかな。少しこう、ふわふわっとした感じの、な感じのね、シールになってます。ただね、素敵ですね。こうやって見ると。ほら、かわいい。で、最後がね、シーリングって言ったらこの色かなと思うんですけど、またね、こういうグレーっぽい、なんか茶色とかもね、素敵だなと思います。可愛いですね。こちらね、ちょっと初めて見たので、新商品かなと思います。素敵ですね。はい。こちらのシーリングシール。はい。と、続いてご紹介するのが、こちら。はい。フロストハンディバッグのアーバンコントラスト。4枚入りですね。で、M サイズの大きさですかね。はい。で、縦が31センチ、横が22センチです。で、ブラックのね、ものもあったんですが、今回はこちらの、ホワイトっていうかね、まあ、ほぼほぼクリアタイプですね。はい。でもね、これがまた可愛い。で、黒も、透け感のある黒のタイプだったので、それはそれでね、またそれも素敵だなと思いました。で、結構ね、厚みもあって、私はこのね、フロストハンディバッグ大好きなんですけど、最近なかなか新しいのが発売されていなかったので、今回はね、ちょっとときめかせて、こちらを一つ購入しております。はい。で、続いてはですね、ちょっとディズニー系の新商品をご紹介します。
まずはこちら、ロッツォのポーチですね。縦が14センチで横が19センチになってます。はい、ロッツォのポーチですね。で、後ろはね、無地なんですけども、中側もわかりますかね、こんな感じでロッツォのね、ロゴと顔がちゃんと内布があります。なので、このポーチはね、結構しっかりしてる作りになっていますね。型崩れとかはね、ほぼほぼないと思います。素敵だと思いますね。で、私が行ったセリアさんでは、こちらのロッツォのポーチはこの柄のみになってました。トイストーリーのロッツォのポーチになります。はい。で、他にもね、もしかしたら柄があるのかなと思うんですけれども、今回はこちらの1点のみですね。はい。で、続いてご紹介するのが、はい、こちら、やっと出ましたね、ミニちゃんの新しいチャック付き収納袋の横型。こちら LL サイズの15枚入りで、一番大きいサイズになります。で、L サイズと M サイズもあったんですけれども、今回はこの LL サイズのみを購入してきました。はい。横型 LL のミニということで、こちらですね。サイズの方が、チャック下が12センチかける横が19センチになっています。で、開けてみるとこんな感じのね、また可愛らしい整理袋ですね。はい。で、縦型もいいんですけれども、横型っていうのもすごく使い勝手が良くて、縦型だとね、こういう感じになっちゃうので、手を入れたい時とかはなかなか奥の方まで行けなかったりするんですが、横型だとね、結構深さが浅い感じになっているので、まあ手がね、入れやすくって、物が取りやすいっていう利点がありますね。で、後ろにこんな感じで、エージプリントがされていて、で、手前側にはね、こんな感じでミニーちゃんと、このロゴがね、来る感じになっています。素敵ですね。で、他のサイズもね、購入しようか迷ったんですけれども、今回はね、こちらの LL サイズのみを購入してきました。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。これはですね、クロミちゃんのフィルムチャック袋ですね。B8 対応ということで8枚入り。S サイズの大きさですね。チャック下が7センチかける横が 9.5 センチ。はい。フィルムチャック袋の S ですね。メルヘンだそうです。はい。これはね、可愛いです。で、クロミちゃんのね、商品も、ちらほらと出始めておりますね。はい。で、開けてみると、こういう感じの、私の好きなね、この、好きなタイプのチャック袋ですね。はい。で、手前側にね、こんな感じで柄が来ます。で、お菓子とか宝石とかね、こう囲まれてるクロミちゃんがすごく可愛いですね。で、後ろがね、薄いね、蝶々柄になってるんです、これ。わかりますかね、この辺。これ後ろのプリントなんですけど、後ろ側はね、薄い蝶々柄。で、こっちの後ろはね、柄はないんですけど、開けた時にね、このこっち側に薄く蝶々柄がね、出てますね。こんな感じの。薄い蝶々が飛んでる感じになってます。素敵ですね。はい。こちらのサイズのクロミちゃんだけですね。発見できましたね。はい。で、続いてが、こちらのフィルムチャック袋。これも B8 対応になっています。8枚入りです。で、チャック下が7センチかける横が 9.5 センチですね。はい。チャック袋 S のブレッドという商品です。はい。かわいいですね。バットバツ丸くんもいてくれるし、ポムポムプリンもいてくれる。で、ポチャッコもいるし、ケロッピもいるし、ハンギョドンもいますよっていう。かわいいですね。サムくんもいて。
まあ、ほぼほぼ全員揃ってるかなっていう感じ。あ、でもね、キキララちゃんの相方がいないかな？かわいい。で、こっちにもね、よいしょ。はい。こんな感じで、クロミちゃんはいますね。はい。こんな感じで、サンリオキャラクターズです。かわいいですね。で、後ろ側はね、無地になってます。プリント印刷はないですね。全部手前に、な感じで来てくれますね。かわいい。素敵だと思います。はい。で、続いてが、またね、かわいい新商品が出てましたね。はい。こちらのレターセット発売されてました。封筒4枚、便箋8枚になってます。もうね、バレンタインに向けて、バレンタインの商品かな。レターセットチョコレート。はい。こちらを1点ですね、買ってます。で、開けてみると、こんな感じになってまして、こちらが便箋ですね。で、このチョコレートがね、あしらわれてる。で、これはね、後ろは無地になってるんですけれども、すごくね、可愛いと思います。で、封筒の方がこんな感じの板チョコになってまして、後ろにね、宛名を書くところがあります。で、中は無地です。で、これは、シールはついていないので、お手持ちのね、シールを使ってもらうような形になるかなと思うんですけれども、まあ、キャンデーさんとかで発売されていましたチョコレートのマスキングテープ、そちらを貼ってあげてもね、可愛いんじゃないかなと思います。で、いちごのチョコレートのマスキングテープが発売されていたので、それとね、合わせたらすごく可愛いんじゃないかなと思います。はい。こちらを1点と、よいしょ。で、あとはこちら。チョコミントのレターセットですね。こちらも封筒4枚、便箋8枚になってます。はい。レターセット、チョコレート。で、こちらの2点と合わせて、ビターのね、普通のノーマルチョコレートのものもありました。で、私は今回こちらのね、2点のみ購入しております。はい。こちらもね、また可愛いですね。こんな感じで、ちょっと溶けかかったチョコレート。で、板チョコ。で、こんな感じね、少しこう、お高めなチョコレート。で、ケーセンもね、薄く、まあ、黄緑でね、引かれていて、すごく可愛いと思います。はい。で、封筒はこんな感じになってますね。素敵ですね。横にしても可愛いな感じで。半分剥かれてるところがね、また可愛いんじゃないかなと思います。はい。で、続いてが、よいしょ。はい。続いてがですね、こちらのフレークシール購入しています。ピンクという商品になってますね。はい。チャンコードがこちらです。で、10デザインが各3枚の30ピース入っているということで、まあお得感は満載ですね。ただね、人柄3枚ってちょっと少ないかなとは思うんですけど、最近こういうタイプ多いかなと思います。10デザインの各3枚とかね、結構多いかなと思います。こちらのピンクを1点と、はい、あとはこちらのブルー、こちらも購入しています。こちらも10デザインが各3枚の30枚入りになってますね。はい。で、こちらのピンクとブルーをね、また貼ってみました。こんな感じです。上がね、ピンク、下がブルー。全然テイストが違うんじゃないかなと思います。上は可愛い系。で、下は宇宙ですね。また違った感じのイメージがあって、すごくね素敵だなと思います。可愛い。はい。で、こちらになります。はい。で、本日の購入品は以上になるんですけれども、ライブ配信でもねお知らせさせていただいておりました通り、私今回この度ですね、LINE アットを始めることになりました。で、
LINE アットの方はこの動画の概要欄の方にもリンクを貼っておきますので、そこをポチッとしてもらえればお友達登録にこうスムーズにね行くような形になっています。で、LINE アットは皆さんが お持ちになっている、今お使いになっている LINE で登録の方してもらえますので、何かを特別ダウンロードしなきゃいけないとか月額かかるとかそういったことではないので、安心してお友達登録してもらえたらなと思います。で、今回その LINE アットを始めたっていうのはですね、このね可愛い新商品のこの子たち、こういうのとか、あとはこのチョコレートね、そうこういうのをちょっとずつちょっとずつ詰め合わせにしてお裾分けしたいなと思ったので、個人情報をね聞かなきゃいけないなと思いまして、 LINE アットの方にさせていただきました。インスタグラムの DM とも思ったんですけども、インスタグラムねやられてない方もいらっしゃいますし、で LINE のこのなんていうの、動画 YouTube の動画のコメント欄だともういろんな人が見るので、ちょっと個人情報は晒せないということで、メルカリも考えたんですが、メルカリはまあ最低出品金額が300円以上に設定されているので、ちょっとそちらもうーんって私の中では思ってまして、今回は LINE アットの方でちょっとね ID を作らさせていただきました。で、その LINE アットの方だと私と個別にね LINE のお友達がつながるので、グループチャットじゃない限り他の方にはお名前とか住所、お電話番号っていうのはわからないようになっています。私しかわからないようになっているので、ご発信していただいて大丈夫です。で、個人情報の取り扱いの方に関しましても、きちんとしたね取り扱いの方させていただくというのをお約束させていただきます。で、こちらのね商品の発送の方が終わりましたら、いただいた個人情報の方は消去させていただくような形になります。なので、ご安心してお友達登録、もしくはプレゼント企画にねご応募していただけたらなと思います。で、プレゼント企画に参加するのはすごく簡単な仕組みでして、私が今回このね買ってきた新商品たちをプレゼント企画で4名様に出しますとか3名様に出しますって言ったその日の動画と、あとは次の日の夕方くらいまでに私の LINE アットのアカウントの方までプレゼント企画希望ですっていうような形でご連絡をいただければと思います。で、その中で来た LINE の中から私がこうバーッと流してこの子って決めた人に直接私の方からご連絡をさせていただきます。で、LINE でやり取りをさせていただきますので、お電話等の方はしないような形にはなるんですけれども、個人情報とかでね、ちょっと、LINE に載せるのは嫌だとか、そういった方にはちょっとお電話の対応もさせていただく予定ではいますので、ご安心していただいて大丈夫かなと思います。はい。で、本日購入してきた購入品の中にも新商品がちらほらと含まれております。で、新年一発目のプレゼント企画ということで、LINE アットの方からまたね、プレゼント企画参加っていうような形で、LINE の方、私の方に明日、2日の夕方、5時にしましょうか。5時までに私の方に LINE をいただけた方の中から選んで、商品の方発送させていただきたいと思います。今回は、お正月なので、5名の方に送らさせていただこうかなと思いますので、どんどん LINE の方を私に送っていただければなと思います。もう一度ですね、LINE アットの、私の ID の方はこの動画の概要欄の方に貼らせていただきます。もしくは私の YouTube の、自己紹介のページ、そちらの下の方には私の、LINE アットのアカウントとインスタグラムの ID と、あとはメルカリの ID の方がリンクで貼ってありますので、興味のある方はそちらの方も覗いてみてください。はい。本日の購入品とご説明の方は以上で終わりになります。どんどん応募していただいて、たくさんの方に
新商品がね、行き渡るようにしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ応募していただければなと思います。それではまた、絶対参加するよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価と、今日も楽しかったねって思ってくれた方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。